シャムキャッツっていろんな楽曲があって、でいろんな音が鳴っててっていうバンドなんですけど、僕はそのいろんな音を出すギタリストとしてたくさんの音色、たくさんのペダルを使ってたんですね。ヒーリックスはそれ全部がもう入ってると、要するに楽ちんだからです。ああなるほどなるほど。じゃあちょっと弾き方で、まず一つはマイガールっていう曲なんですけど、ヒーリックスにしか入ってない音色が入ってて、リレーがこうハーモニーしていくやつなんですけど、ちょっとサイケな、最近で言うと、まあ、ディアハンターってバンドとかが使ってるような、まあ、試してなっていう、まあ、レコーディングの現場も実はちょっとライブみたいなところがあって、時間とかもちょっと合理的に進めなきゃいけないんですよ、ここ実は。そういう時に例えばヒーリックスだとフットスイッチに簡単にこうアサインできて、すぐその場で組み替えることができるので、効率がいいなと思いました。ライブの印象、まず安心感、レコーディングで使ったのをそのまま持ち込めてそれを出せるっていう安心感と、まあ、あと、ライブの現場だと響き方が違うので、その元になったプリセットを、曲の間とかちょっとギター休むとことかですぐその場で調整してできるので、心強いなっていうか、なんかアシスタント一人増えたなって感じ。いつもそうしてくれるそばにいない前がちょっと散歩するだけそれだけだけど前がそれがいいさ前がああ実際この前のライブで急遽ちょっと使ってみて、レコーディングで使わなかった曲にもちょっとヒーリックス使おうかなと思ったんだけど、バッチして、まあ、ステージ暗いじゃないですか。で、僕が持ってるペダルのつまみって普通のこうアナログのこういうつまみなんですよ。で、まあパネルがなくてあんま可視化されないんで、そういうとこでこうつまみをガーっていじるってちょっと危険で、でもヒーリックスはこうすごいパッと見やすいんで、真っ暗のところでも簡単にメモリでこう調整できるんで安心してできたからって感じですかね。未来の話になるけど、もうヒーリックス1台でプリセットに名前つけれるんですけど、ライブの前に曲順ごとにプリセットを1から順番につけて1曲目終わったら2番目でプレット押す、3曲目3番目押すってやり方もできるんですね。ちょっと1回やってみたい。あと、まあ僕たち自身もその
表現の仕方としてそういうとこまでやりたいと思ってるんで、いろんないい楽曲を作るためにそういうとこまで増したいって本当は思って、あんまそう見られないんです。